皆様こんにちは、魔女子キキです。いつもご視聴いただきありがとうございます。京都河原町の地下道にはこんな感じでポップアップショップがいろいろ出ます。今回は新しく三条の方にできた、ドッグカフェ、ワンちゃんのお店があります。そして今回は京都河原町丸9番からの宅急便です。なので雨の日でも暑い日でも寒い日でも楽々楽しめます。旅行にいらっしゃって、お天気って大切ですよね。でも商店街なら雨が降っても暑くても大丈夫で、新京極商店街はいろんなお店がまだできていました。今回はお店を2つご紹介いたします。駅から徒歩約1分くらい見えてきました。大衆食堂新京極スタンドさんです。なんと昭和2年に、このお店はできました。そして60種類以上もの、メニューがございます。そして今回は大人気の日替わり定食狙いで行きます。ではお邪魔します。まるでお店の中は昭和初期のようです。粋な感じでポスターとかメニューもあります。このカウンター見てください。可愛いですよね。私は一人なのでカウンターを勧められましたが、ちょっとお願いをして丸いテーブルに座らせていただきました。撮影がしたかったんです。でも心よくどうぞと言ってくださって、撮影もどうぞどうぞと言ってくださいました。さあメニューをどうぞ。ところどころ雰囲気を楽しんでいただきたかったので音声を入れていますが、ちょっと音楽とかも入るので、いろいろ切り替えております。ご了承いただけると嬉しいです。これ見てください。この伝票粋ですよね。文字が反対側から書いてあります。スタンドいいですね。そしてメニューの黄色い文字を皆さん見てください。この黄色い文字は昔からあるメニューだそうです。次回は昼飲みしたいな。今回はお仕事中だったので、ランチです。それでは人気の日替わりランチです。税込み990円です。美味しそうです。ハンバーグも煮込みハンバーグです。これで十分飲めますよね。皆さんこの日替わりランチを注文されていました。そして大きなビールのジョッキを頼まれてました。羨ましい。ご飯がおかわり無料かはすいません聞けませんでした。なんとなくわがままを言って丸いテーブルに座らせていただいたので、ちょっと聞きにくかったんです。そしてこのエビフライ、カリッカリのプリプリでしたよ。そしてお味噌汁はお母ちゃんの味がしました。
これって昭和の大好きが詰まってますよね。このお兄さんが入れてらっしゃるジョッキよりもう一回り大きいジョッキがあったんです。ぜひ次回はその大きいジョッキと黄色い文字のメニュー宅急便するね。そしてここはかわいいワンちゃんとかわいいお姉さんが看板娘のティーカップクラブドッグカフェです。ドッグカフェといってもワンちゃんと戯れながらお茶をするドッグカフェです。なので自分家のワンちゃんは連れてこれません。いろいろ、メニューがあったんですが、私は30分1000円のフリードリンク、お手軽コースにしました。こんな感じで、札をいただいて裏には始まりの時間が書いてあります。最後にお金を払います。セルフでドリンクを決めて、そして荷物はロッカーに入れます。京都に来て雨とか降ったらね、何しようかなって思いますよね。そんな時は商店街で遊ぶのもいいですね。お食事もできるし、お土産も買えるし。では、2階のワンちゃんたちに会いに行きます。持ち物はスマホとドリンクのみです。結構ね、急な階段なんで皆さん気をつけて上がってください。そして私がワンちゃんたちの前に行くと熱烈大歓迎です。ちょっとね、音声は消しております。この子がリーダーかな。結構みんなのところにまんべんなく回ってて、でお手をしてくれます。ちょっと面倒くさそうにしますけどね。もうね、いろんな人にしても疲れてるんでしょうね。で、意外とお客様がいっぱいでびっくりしました。で、下に名前を書くんですが、結構ね、外国人観光客さんがいっぱい。こんな感じで、ワンちゃんが来てくれるんですけど、これね、おやつあげてるんです。ちっちゃいおやつをくださってワンちゃんにあげることができます。全体的な感じはこんな感じですね。何畳ぐらいかな、10畳ぐらいかな。そんなに広くないです。多分ワンちゃんは全部女の子だと思います。この子は一番小さいプードルです。あとはポメラニアンちゃん、ティーカッププードルって言います。見てください、もうお疲れですね皆さん。ちょっとみんなの声聞いてみようか。らしいですよ。ワンちゃんたち、ありがとう。あっという間の30分だったよ。楽しかった。ありがとうね。なんかお茶飲む時間もなく遊んじゃいました。もちろんね、お茶はおかわり自由で、もう何杯でも飲めます。またね。京都らしいオブジェが端っこに飾ってあります。荷物を取ってお支払いをして帰ります。延長したら延長料金を払うんですが、すごく良心的で、帰りますって言ったら、はい、もう時間切りますねって切ってくださって、ゆっくり支度もできるし、
あの、まあ、お茶もね飲んだりできます。スタンドさんのお隣にあります。昭和と令和が仲良く並んでいる、なんとも不思議な空間です。また新京極商店街宅急便するね。トロの声も聞いてみてください。